じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日何しよう、何しよう。タコ欲しいんだけど、タコなんか最初実際に作ってもらうタコ決定とかってなんかさ出てたのにさ出なくなっちゃったんだけど、なんで。バグ？あら、いらっしゃい、ぼくくん。お姉ちゃん、今も勉強中だったの？今はちょっとだけサボりタイム。なんでそんなにいつも勉強ばっかりしているの？それはね、お姉さんは悲しき受験生だからだよ。俺、大して受験の時勉強してない気がする。受験生か、冴えない青春だな。皆さんは勉強したんでしょうけど、僕は勉強していません。皆さんが勉強してる間ゲームしていました。ごめんなさい。もしかして俺もタコ持ってたりする？トネコ、昨日の花火とっても綺麗だったでしょ。ここのうちのお兄ちゃんもサギの里の花火大会が大好きだったのよ。やばい、めちゃくちゃうんち行きたくなってきた。もう無理だ。がいいね。
いや、僕夏中に行くうんちも気持ちいいですな。おばちゃん、子供の頃の花火大会ってちびすけだったせいで、前に立っている人の浴衣の柄しか覚えてないんだな。僕と行けば肩車してあげます。してあげますよ。大事なところ噛んだわ。野球人生してあげますよ。なんかここいつも戻ってくるんだけど、んこれいいのか。これで僕夏ワンマジで1画面確かあれでしょ、遷移するだけで20分経つんでしょ。なんか言ってたよね。僕夏2だったらさ5分とかにできたけどさ、20分やぞ一つ遷移するだけで。あ、おじいちゃん、納屋に古いものをしまったけど、僕くん危ないから触っちゃダメだよ。はーい。え、なになに、中張り角だこが欲しいのかい。よしよし、じゃあ2日ほど時間をくださいね。タコはまだできてません。はーい、もうちょっとだけ待っててくださいね。あれどこにあったっけな、木のやつあったな。木こりになるか、これかな。わーい、斧だー。わーい。あれ？木ってどこだったっけな。じゃない。秘密基地の方かな。こっちでしたっけ。タカジャパンさん、5人の方へのサブスクギフトありがとうございます。なんかほんと毎日サブスクギフトいただいてるような気がしますけど、つか、そしてサブスクギフトいただいた人は50年間サブスクを続けるということなんですよね。ひふちゃんさん17ヶ月目、タコさん、テコさんだ、テコさん3ヶ月目購読ありがとうございます。俺の記憶が正しければこっち。あれ、なんだろう。あれ違ったか。あ、なに、なんだこれやって言われても、あ、なにこれ、なんかでかい、もしかして。おれ、あいつでけえでしょ、あれ、あの左のやつ。来いよ、おら、つってやっからよ。なんか見向きもしないんだけど大丈夫。あ、来た来た来た。あー、ディクション。ブルってきたのに。あれ、来なかったな今。頼む、来い。
餌がダメなのかこれ。あれ今さっきブルってきたんだけどな、ブルってきたんだけど、俺の反射神経遅すぎて。一回失敗したらダメ説ある。これこっちかな、昼間だよね。うれい、なんで？ちょっと俺今ちゃんと押したやんけ。なかなか釣れねえなあいつ。手ごわいじゃないか。でも食いつき方が違ったな。これもう一回来るだろ。お前じゃねえんだよ。これで19センチってことやっぱりあれもう30センチ超えてますもんな多分これ。キャッ、デジモンワールドの主釣りのやつ思い出すわ。デジモンもこんな感じのやつやったな。主釣ると新しいとこに行けるようになるって何やったっけあれ、シーラーもあったかな釣るの。メガシードラマだったっけ、なんかあったよね、デジモンワールド。来ないの。見えてる魚は釣れないってのは。おい来ねえぞあいつ、イラつくわ。おい来い、食いついてくれ。あどっか行っちゃう。ダメなのかこれ、仕掛け変えないとダメなやつ。またあれほら、おいそうだろ、ほら来るぞ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 。来る、来ない、来る、なんでもう難しい、これ釣れねえあいつマジで。なんで釣れないの、ブルって来たの、ブルってブルって来てポッと押したんだけど、ないんだけど、お遅いのかな俺。帰るわ、あれにする、あの浮きついてるやつ。いや、今取ったじゃん。なんか俺気づいたんだけどさ、変えるじゃん仕掛け、なんかすぐ食いついてこない。1回目見とけって、見とけって、すぐ食うから。
ほら来た、ほら来た。来なかったわ。あ、もしかしてこれまだ釣れないのかな。釣れない設定なのか。俺の時間の無駄もさせて。悔しいんだけど、マジで。悔しいんだけど。ああ、なにこれ、釣れねえ。早いのか。釣れねえこれマジで。ダメだ。ヘイヘイホー。よいしょ。明日だな。え、なんで？あ、そういうこと？あ、でっかいのいなくなっちゃった。って感じなのか。あれ、やっぱり出た時に捕まえないとダメなんだ。釣りたかった。とにかく、お化けみたいにバカでかいヤマメなんだって。ましたよ、さっき。そんなの嘘に決まってら。夢を見たんだよ、きっとそうだ。ボクちゃんはテレビ何が好き？変身しても大きくならないやつが好き。ふーん、ボクちゃんらしいな。変身。虫相撲はまず土俵から落ちたりスタミナがなくなってひっくり返ったら負けなんだ。で、負けたやつは今日一日だけ使うの禁止ってわけ。わかった？まあでも負けた虫なんてみんなすぐ虫交換に出しちゃうんだけどね。だから欲しい虫が出てきたら、なんだっけ、仮面ライダーのやつ、ちびたびなんちゃら変身みたいな、あったっけ。ビニールに入った長いアイスってなんて呼んでる？なあ、名前ないだろう。なあ。虫ってすごいんだぜ。試合が終わったらもうすぐにスタミナ満タンって感じ。ヒー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 みたいな感じだった変身の。絵本の小さなうさこちゃんってなんでお口がバッテン印なんだろう。虫って種類ごとに頑丈でスタミナが減りにくいのとか。あれでも一応僕夏ってなんか制作予定みたいな感じで出てなかったっけ。わかんないけど。もしかしたらプレイステーション5で出るかもしれない。でもまずは俺様が相手だ。でもこのグラフィックだからこそいいんだよな。僕のやつ2くらいのグラフィックでいいわ。すげえ、28勝0敗ってなんだよ。しょうがねえな。じゃあこれでどうだ。
どーんといけ。あいや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 、チェッ、負けちまった。次、僕の番か。あれ、これ10勝しても名前つけれないのか。ごめん、持ってないよ。じゃあこいつでどう。ああ、優勝4敗70、勝てしかない。よし、いけ。あー、ほー、負けちゃったよ。え、なにこれ、弱っ。じゃ、次俺様ね。え、雑魚。え、これ虫交換できるの。交換できるやんけ。え、俺の方がでかいやん。こっち座ってた方がいいんじゃないの。え、これどうなんだろう。こっちのキングの方が強いよね、本来であれば。対地あんの？これ普通の方が弱いのかな ?2.1 匹分。お、平型ボタル自分の価値ある。どうしようかな、交換しようかな。でかいやつも強いだろ。交換するか。バカしたやつと交換するって。じゃあそれと交換しよう。あり。待てよこいつ。じゃ、しょうがねえな。じゃあ、これでどうだ。どーんといけ。校長、校長。おい、こいつ、なんか弱くねえか、でけえだけで。校長、校長。おい、弱えんだけど、こいつ。ふざけんなよ、マジで。おい、雑魚をよこすんじゃねえよ。返してくれ、俺の。雑魚じゃねえかよ。どーんといけ。校長、校長。校長、校長。おっせや、俺だ。もう死んないのかよ、こいつ。校長、校長。校長、校長。どう？チェッ、負けちまった。次、僕の番か。一回交換できんの？俺のやつ。やつ交換できんのかな？ワンヤンキー、俺のやつ返せよ。頑張れ。騙されたマジで。負けちゃった。じゃあ次は俺の番ね。ライトでもよし、行け。
悔しい。じゃ次俺様ね。プン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 、どーんといけ。なんか俺体格差でさ有利不利あるみたいな感じで言ってたけど、そんななくない？はい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 、お茶の子さいさい。おい、雑魚握らされたわマジで。まあいいんじゃないですか。どうせ多分後々ノコギリクワガタより強いやつ出てくるんですよ、きっと。僕には分かるよ、僕は知っているよ。いや、なんかいるかな。何もいないや。そりゃなんかやった。ちっちゃ、36ミリだ。何そりゃ、はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。やだ。じゃあいただきます。いただきます。絶対これ晩御飯クイズまで間に合わないよね。絶対間に合わないよね。無理なんだけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえば、とってもとってもとっても大きな魚が池でザブンと跳ねてたよ。それはきっとあの池の主が僕くんに挨拶しに来たんじゃないかな。ねえおじちゃん、あんな大きな魚でも僕が釣ることできるかな。とっても大きな天からけばりを作らなきゃダメだろうね。あ、早く言ってよ。じゃあ山の中から何かけばりの材料になるようなものを見つけといて、そしたらおじさんが手製の特大けばりを作ってあげるよ。材料ってどんなものがいいの？例えばうちのワンちゃん、剣棒の毛みたいなちょっと固めの鳥の羽とか。なんだ、それなら簡単だよ。そう？じゃあ頑張って。剣棒の毛で作んないって。今日の晩ご飯はチャーハン、中華スープ、酢豚にシューマイなどなどの調べの好みでまとめてみました。チャーハソ食べたい。チャーハソ、あれ、やっぱり花火大会って昨日だったんだ。そういえばあいつも詐欺の里の花火大会大好きだったよな。
花火大会見たかったな。昨日やってましたよ普通に。給食で牛乳に入れるやつ何々ある？コーヒーでしょ、ココアでしょ、あとね、いちごジャム。いちごジャム？え？いちごジャム入れていちご牛乳にしないの？え、そんなんあんの？今年に入り、爆発的に流行したビニールダコによって電線にタコの糸が絡むという事故が全国的に急増しています。牛乳にイチゴジャムか、前でもなかったな、ないのかな。もう勉強なんてやめやめ、めんどくさい。戦争でも始まって来年の入試スパッとなくならないかな。ええよと考えてんな。でも本当に戦争が始まったらそれなりに困るよな。ではお聞きください。あ、語り線香あるじゃん。聞こえますか？遠くに麓の鷺の里村が見えた。聞こえますか、ヤマトンさん。これがあなたの。8月9日、池の中、大きな山がぬるりと光って、見て、見てたに違いない。